解散が目前に迫る中、スマップの木村拓哉と草薙剛は1月から放送が始まるドラマの撮影で忙しい毎日を送っている。かねてから注目されていた大晦日の動向だが、なんとここに来てスマップの紅白出場が濃厚になったという。12月7日に NHK からタモリさんがゲストとして出演するという発表がありました。これで状況が大きく変わりましたね。かたくなに司会のオファーを断っていたタモリさんが紅白に出るというのはよほどのこと。スマップ出場に関係があるという話なんです。NHK 関係者。幾度となくスマップメンバーが出演を嫌がっていると報道されてきたが、実際は違ったらしい。秋頃から交渉をスタートさせて、一度は出場が決まりかかったと聞いています。ただ、結局のところは流れてしまったようですが。原因はメンバー間の意思疎通ができなかったという話ですけどね。前出、NHK 関係者。わだかまりはあるものの運のあるタモリから説得され考え直したということなのか。ファンが解散撤回の署名を集めたり応援広告を出したりしているのはメンバーも知っています。スマップはファンがあってのスマップ。最後はファンに向けて、ちゃんとお別れを言う。全てはファンのためにということで最終的に意見が一致したそうです。芸能プロ関係者。紅白に出場はするものの、ステージで静の姿を見せるわけではなく、中継で歌を歌うのだという。スマップは紅白出場をクリスマスプレゼントとしてもうすぐ発表するようです。NHK の希望としては3曲を歌って、最後が、世界に一つだけの花、という構想もありました。最悪でもコメントだけの出演を目指していましたが、ここに来て道が開けた形になりました。前出、紅白関係者。紅白で花道を飾り、年が明ければソロ活動が始まる。週刊女性、2017年1月3、10日号、一部、内容を修正しております。